大統領連隊は、ロシア連邦のクレムリン宮殿を警備する連隊級部隊。大統領連隊はロシア連邦警護庁に所属し、最高司令官に直属して、クレムリンの警備及び議場を担当する。ソ連時代はソ連国家保安委員会に所属し、クレムリン連隊と呼ばれた。2005年以降、騎兵大隊が軍需パレードなどで、赤軍や、 NKVD の制服を着用することがある。隊員の選抜条件は、死亡同期、中等以上の教育、前科、逮捕歴なし、正常な精神状態、整った顔つき、身長175から190センチメートル、体にタトゥーや傷跡がないことなどで、議場中隊へは、さらなる内部選抜がある。二0十六年には、連隊初の女性騎兵が誕生した。 大統領連帯に入隊すると様々な社会的恩恵があり、転職時に有利となるだけでなく、大学への入学もしやすくなる。モスクワ大学には、ほぼ無試験で入学することができる。退院は立証中微動だにせず、よそみはもちろん赤薬、シャミ、あくびも我慢し、観光客の自撮りに巻き込まれたり話しかけられたりしても、無視する。移動時は足を直角に上げる。 いわゆるグースステップで更新する。また、傾向する小銃には実弾を装填しているという、グースステップで更新する清掃の大統領連隊の隊員、騎兵大隊、無名戦士の墓の衛兵、霊人病におけるクレムリン連隊時代の衛兵。ありがとうございます。